ダークソウル2、パート4実況、今回はボス戦をやっていきたいと思うんですが、その前にこのマデューラの穴、ここにアイテムがあるんですよね。これ指輪、指輪、まず指輪を装備して13,400ソウルで買える指輪、このジャガンじゃないな、落下した時のダメージを軽減する指輪ですね。これをはめてみて多分行くんですよね。じゃあ行ってみましょうか。どんなアイテムがあるのか。え？ダメじゃん。え？あれ？え、13,400出して買ったのに。え？ということで、パート4。今回はボス戦や。あぶねえ。あぶねえ、死ぬところだった。よかった、さっきの猫の指輪。やっといてよかったね。あれやってなかったら今死んでたね。ちょっと待って、いらぬダメージを受けてしまったので回復します。で、今回は人の像を使うことで生身に戻れると、それは分かったんですが、協力プレイをしてクリアしても、協力プレイをしてホストの世界のボスとボスを倒しても人の像は手に入らないということは、もう買うしかないんですかね。まあいいや。パート3で倒したボスから得た鍵アイテムで、この扉を開けて、この先にボスがいるんですよね。それはもう分かってるんです。うぜえな。どうしよう、今回一人でやろうかな。白ファンとか呼ばずに一人でやってみましょうかね。白ファンとしてここのステージのボス何度か倒したんですけど、3人でやるとちょっと簡単すぎて面白くなかったんで、1人でやってみようかなと思います。まあ、1人で勝てる相手かどうか分かんないけど、難しいと思うけど。なんかアイテムあるかな。こっちの方に多分あるんだよね。じゃあなんだ、ないか。あ、なんかあるね。なんだろう。あ、回復アイテムか。よし、じゃあ行きましょうか。回復しておいて、魔術師なんで基本魔法でいきます。いざスタート。さあ決闘開始。ムービー挟みますね。これも何回も見ましたね。もうこういう現れ方するんですけど、鳥に連れ去られてきて、ボス戦以外の場所でも出てくるんですよね、こいつ。スルーしちゃったけど、普通に攻略中にも今の感じで鳥に連れ去られてこの騎士が現れましたね。まあいいや。バリスタみたいなのを当てるとかなりダメージが入るみたいな。やっぱり違いますね。3人でやるときと1人でやるときのダメージの入り方、入り具合。やばい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 。うわうわー、範囲広、動きながら攻撃してくるからきついね。はい、ということでやっぱ生身になりました。なんか難しそうだったんで、一人だと距離すぐ詰められちゃってさ、なんか一人だとなんか無理じゃねえ、あれね。えかなり難しそうなんで、隙が作れないんですよね、相手の。うん、だから複数で頑張ってみることにした。よし、剣士たち頑張ってくれ。俺は後ろからちまちまと魔法を打ってるぜ。こういう戦いしかできない、魔術師だから。いや、こういう戦い方こそが魔術師なんだ。ちょっとその間にソウル取ってこよう。これ失いたくない。よし、いいぞ。後ろからぶち込む魔法いっぱい。いいぞいいぞ、もう半分きた。うわ
2つ外したらもったいねえ。次でラスト、強気ソウルはこれでラストだ。さあ頑張れ頑張れ、突っ込め。強いね、ダメージ全然食らってないね2人とも。このお二人さんは強いっす、うまいっすね。しっかりガードしてるね。おいいな、丈夫な盾だな。若干ダメージ入ってるけど物理をかなりカットする盾なのかな。やったー倒した、やったね。みんなでやれば怖くないっていう。お、刃の指輪、呪縛者のソウル、お疲れちゃんす。ちょっとなんか新しい指輪手に入ったな、こんなにいらねえよ。物理攻撃力を高める、おお。これは脳筋だったら必須アイテムなんでしょうけど、自分には全く関係ないですね。いや全く関係ないってこともないな、一応ダガーとかも使ってるから。どうしよっかな、これなんだっけ。これの代わりに物理攻撃力上げておくか。少し実際に具体的にどれぐらい上がるんだろう。物理攻撃力ってどこだっけ。263でなってるところ、115263、変わるかな。あーまあ若干変わるか。でこっちが進めるようになったと。おお。でこの先に多分かがり火とかあるんだ、あるんでしょう。調べる、あこれ拉致られるパターンかも。あーダークソウルにもあったな、やべえミスった、まだ探索 してなかったのに奥の方まで。ちょっともう一回戻ろう、どこに拉致られたんだろう。さあ来た、あーうるせえ、耳が痛い。なんか暗いね、夜の世界か、なんだここは。忘却の牢、おおおお、かがり火、およし灯しとこう。イエーイ、かがり火1個触れたー。